い、これ本当持ちと言います。これ逆手持ちと言います。ね、本手持ちも逆手持ちも本手持ち腕できる、手首できる、両方できる、両方できる。腕だけじゃなくて手首もこう使う。今丹羽さんが言ったように手首こう使う。な、手首腕できる。次は手首だけできる。両方できる。これ忘れんよね。これ腕できる。手首だけできる。両方できる。こっち側も腕、手首、両方できる。まあ、突くときも手首をまっすぐ伸ばす。ということで、手首を非常に重要にしてください。面切るときも腕できる、手首できる。両方できる。こういうね。はい。で、まず、本手持ち、まあ、いろいろあるけど、一応、面。面。なんか、物置で切ってよ。面。側面。側面。頸動脈。頸動脈。たまには、どうも切るかもしれない。あんまり効果的やない。で、他に水平、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 これで喉を切ってこう、目を切ってこう切る。ね、あの斜め切って下から切り上げるとこう切って、これは切り上げがないから、これは切り上げ、こちらはこう切ったら切り上げ、こう切ったら、まあ、左にある、こちらこう切ったら突き上げる、そういうふうにいろいろできます。まだだから、あのこう切ったらどうとか、こう切ったら切り上げる、こう切ったら突きとかいうのも覚えてくださいね。ふと、はい、相手、はい、取りましょう。はい、で、相手、はい、相手ったら、はい、あの側面に、ちょっと側面に危ないから目の前に通るよ。はいはいはい、今それを、側面ちょっと危ないからな、ちょっと手前で切るよ。さあさあ、はいはい、な、こうしてこうしてな、はい、次はさあ、その基本、こう面切ると突きができるという。あと大佐の木は後で突き上げる。こっち側も考えて、はい、これで1、2、はい、これでこう切ったら戻る。いかん。こう下から切ったら戻る。これ割に切ったら戻るよ。けど切ったらその通り戻らない。例えばビューッと切ってるとこう戻るとかね、こう切ってるとこう戻るとか、こう切ったからこう行く、こう切ったらこのままな、そういうの。例えばこれ、はい、来てる。これ、大佐は大佐分かんでも言うけど、秋なのリーチなの。大佐分からなかった。けどこれはちょっと、
体で受けた。な、かな。はい。ザーッ。はい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 。左手を使えばためにうまい方が面白いな。だからこれでもはい、これでザッな、左手を取ってはい、左手を取り入れて左手を当たる、はい、当たる、はい、左手をこれ、あの、今見たのどうか、はい、そう、はい、これ、そうって、はい、そうな、入れて、とか、とか、はい、そう、そう、はい、とか、はい、入れて、そう、そう。左手でピューッとこんな感じで、こういうふうに、あの、左手を前に使う。な、左手を前に使う。左手を前についたら、これなんかとも回ってるけど、こうだと右手で両方使うから、下を行って、下を行って。サボイな、サボイこういうふうに、あの、今、左手見て、左手を両手前に使ってな、あの、相手が逆の前に、逆と思っても、これでも相手が、はい、って言って、ただ、怖い相手が言ってくる、こういうふうに、あの、両手素手でも、片手三刀でも、いける。それからさらに、はい、両手三刀でも、パッと取った。はい、さあ。こういうふうに両手担当でも使える。そういうふうに担当は両手担当、両手これ、両手これ、逆手持ち、両手本手持ち、こっちは逆手持ち、こっちは逆手で、こちら本手持ちとあるけども、先生これが一番使いやすいな。これが両方これ。これで担当になる。これでも担当になる。これでもいける。そういうふうに、なんか素手でもいける。そういうふうに、やっといた。それで、まあ、担当のね、担当を使えるためには、素手が使えるんだ。素手が担当の基本になる。素手がリーチが長くなったら担当になる。な、だから素手でこれで、はい、素手で。はい、あ、素手がついてるのってでもいいよ。はい、はい、どうぞ。はい、ついてるのってでもいいよ。はい、これで。
はい、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 おお、これで、そういうふうに、素手の稽古をして、担当の稽古をする。担当の前に素手がある。まあ、担当から出発して稽古してもいいけど、素手と、ご兄弟や、兄弟みたいなもんや。だから、素手でも、両方素手でもできるし、両方担当でもできるし、片方担当でもできる。そういう稽古をしてた。それからさらに、はい、そこに立つ。ああ、そこに座る。こういうのないもんね。こんなもんまだすぐやけど。はい、どれ。杖でもいいし、担当でもいいし、どっちでもやれたか。それ、ひどき温度みたいなやつとか、絶対できないと。先生、声出す間、ぐーっと連動してる。これな。おやおわこういうふうにな。声出す間、声が終わったら、勝負。吐く息、吸う息で聞いたことあるか、先生から。吐いてるとき、吐く息ってなんだ。呼吸です。だからみんな切るとき、号令かけるよ。切るとき、えいって剣道の連中でも、めんって、めんあっ、これです。どうって、どうしよう。切った後で、めんって言う人、おれへんな。物を押すとき、あー
つな。押してから、ああみたいな、アホやったからな。これ、吐く息が強い。だから押すときに、よいしょって押す。ほいで、ああって、こうやるな。吐く息がない。吐く息が強い。吐く息を止めたときに強い。だから、こう止めるやろ。クッと軽く息止める。まあ、その二つ、止めたとき。チャンの水が一瞬でね。それと、吐く息。吐く息が全部強い。だからもう、先生、何回も息吐くわけじゃないから、一挙に息吐く。だから先生が、あーって言うときは、キャーやるみたいな。吐いていない。声出していないときは、ちょっと抜ける。キャーやる。だから、これ、これで、こんなのも、やばい！そういうふうに、いっぺんに、鍛えてくる。鍛えるの大切だよ。鍛えがないのはあかん。心、知、気ってやろ。鍛えがないのはあかん。それで、ああいうときに鍛えます。な。で、これ、大きい大きい人でも、これ、くそっといって、鼻かも。抜けちゃうから。あまり手をかけないね。素手やって抜けな。百老のことか、スコーンとか、やっぱり難しい。難しい。けど、これやったら、プスッと抜けたら、向こうも。だから、物持ったらちゃう。これ、物持つ。何でもいいやん。鉛筆でもいいやん。鉛筆。鉛筆、こうやって持っとってやる。鉛筆やる。石ころでやる、鉛筆でやる、鉄線でやる、棒切れでやる、何でもやる。それで先生の考え方は、武器が取られたものもある。何でも拾ってやってやる。な、鉛筆は、シャープぐらい持っとうな。シャープと武器になる。石ころと武器になる。あれ何でも武器になる。ジャリでも、ジャリをペッと巻いたら、ウェーってやるな。武器になる。そういうふうに、すべてのものを武器にするという武道で分かったり。刀だけや、武器は。なあ。街ある、ある程度刀あれ。砂でもいい。あ、これ。砂や。はい。これ、ウェーッ！ウェーッ！巻いてみてね。な、彼めんめん、そういうふうに、あの、それらのものを武器に使うというような武道でなかったりする。刀だけは武器やとか、担当だけは武器やとか、何もないときなの。な、まあ、ほんとだけ出てきたいときな。なぜにこの辺を音を使うとき。何もないときに何もなかったら夢をするようになる。だから全てここにあるものは私の武器である。そういう傾向です。だいぶ担当から逸脱したけど、そういうこと。はい、ほな皆さんちょっと切りましょうかな。